はい、ということで皆さんこんばんは、リーチョーです。今回ですね、プーっていうストーリーゲームで遊んでいきたいかなと思います。皆さん、熊のプーさんって知っていますか？まあ、最近いろいろ話題ですよね。話題になってる俺じゃないね、ハチミツグマですね。まあ言い方的に合ってるかわからないけど、最近さ、あの熊のプーさんの映画とかが出るのわかるか？めっちゃ怖い熊のプーさんみたいな。ここ最近で熊のプーさんの著作権が切れたみたいで、要はその熊のプーさんを使って映画とかこういうゲームを作ってもいいですよっていう風なルールになったの。ミッキーマウスとかはダメじゃん、絶対ディズニーランドとかの関係上ね。だからそれで今回あの熊のプーさんのそのホラーストーリーみたいなのが出てきたみたい、ロブロックスで。要は作ってもいいからね。なので今回はみんなで遊んでいこうかなと思います。これプラベサーバーがないので公開サーバーでいきますね。プーさんへようこそ。あなたは休暇で5つ星ホテルに滞在していて、部屋で不気味なテディベアを見つけたと。それはただのテディベア。このゲームは少し怖いだけなのでお子様も楽しめる。ジャンプスケア、わーみたいなのは一切ない。ホラー系が苦手なノットキュンでも楽しめるホラーストーリーですね。いいですか、ノットキュン。あのハロウィン仕様に服装になってますけどいいですか。プーさんとか親戚屋はそうだね、白クマとクマのプーさんだね。さあ同じクマが主人公だ。だから今回のキーマンはノットかもしんない。イカネクストボッツ、君もだぞ。という感じで、じゃあ皆さん早速遊んでいきましょうか。さあ、ということで皆さん始まりました。これ公開サバしかないので、はい、皆さん何人かちょっと海外に来がいるんですけど、一緒にやっていきましょう、海外に来と。何人か来れてない。いやあみんな、せっかく日本語翻訳されてたのに。あ、やっと休暇が取れたみたいだね。タクシードトム。そう、ストーリー定番のコウモリ、バットもありますよ、バット。この素晴らしい五つ星ホテルに数日間滞在することになったんだ。ほうほう。プールで遊ぶためにチェックインをしようだって。よし。いいかみんな。なんかちっちゃくなってるね、シラスもね。はい、じゃあトムについていけということで行きましょう。ラドも行くぞ。これどこでクマのプーさんとつなげるんだろうね。さあ来た。お、めっちゃ広いじゃん。トムの名前でチェックしてるんだけど、これ多分ガイドさんみたいな人なんかな。殴るな、こらバットで。テルキに関してはもう見えてるからね。あの枝豆みたいになってるから、ほら頭枝豆になっとるからな、これな。部屋にいる人が11人しかいないみたいだ。あれ ?1 人足りない？ああ、違う。あ、でもさ、このガイドさん入れると13人なんじゃないの？誰かが家に帰らないといけない。誰か投票しよう。待って、じゃあ海外日記じゃない？みんな、普通に。あの、12人用なんだけど、11人じゃねえとダメからっつって、海外日記。ごめんよ、帰ってくれ。最悪だろ。お連れできません。頑張ってて。最低だろ、マジで。明らかにさ、会社側のミスなのにさ、一人帰らされるのかわいそうでしょ。よーし、海外に来ちょっと一人いなくなっちゃったんだけど、噛みまくっちゃった。はい、皆さん、海外に来いなくなっちゃったんだけど、やりますか。え？汚くね、これ。お、これどうなってんだよ、これ。ベッドの上にいるテディベアが私を這い荒らせている。あ、これだ、みんな。例の。これが例の皆さん、熊のプーさんですよ。熊のプーさん。これ、プーさんなの？本当に。めっちゃこっち見てるよ。動ける。あ、誰か取ったね。お、なんで捨てたお前。何してたお前。さあ、タオルを探して泳ごうじゃないか。これプーさんで、俺プーさんでしょ、一応。よし、じゃあみんな、ちょっといろいろ探索するか。ね、寝るな、お前、こら。タオル見つけない、タオル。エリア内にあるところで、タオルを見つけたら掃除するんじゃない、みんなで。ルームサービスを読もうだって。なんかおかしくなってるらしいわ。いや、ルームサービス適当すぎん、こんな。よし、みんな来たぞ。スライドだって、泳ごうつってる。みんな泳ごうじゃ、入るよ。ウェーイ。めっちゃ太い。や、ぜ、いや、サゴ、怪我する、それ。テルキ？テルキ、動かなくなっちゃう、これ、普通に。怪我するでしょ、これ。さあ、皆さん、ノラいなくなったんで、これ、動画班だけで遊べるわ。みんなでバカンスで、バカンス。これ、もう一回乗りたくねえか？これ、乗れるの、これ。もう、思いっきり頭ぶつけたけどね、ごっつんこ。そう、貸し切りになったよ、我々。よし、もう一回乗ろう、じゃあ。ウェーイ。なんか今、頭あったよ、今。ん？え？いや、欠陥。誰が先に丘を登れるか見てみよう。負け犬は家に帰らなければならない。え？え？みんな、負け犬は家に帰れっつってるぞ。待って、ここ一番上に。え？最後、待って。え、嘘、嘘。みんな、動画ハットのレースが始まった。マジか。ちょっと待って。誰か帰らんといかんぞ、これ。おい、負けたやつ。待って、下から溶岩出てるって。おい、ありえんやろ、お前。どういうバカンスなんだよ、マジで。登れ。オッケー。みんな大丈夫か？何人か死んでない？これ。困ったー！どういうバカンスや、マジで。おい、この時点でもう6人ぐらいしかいないぞ、みんな。さあ、私たちで部屋に戻ろう。監督、困んだー。
いやデスゲームにも程があるだろう。7人かな残ったの。なんだって、どうした、え、おい、捨てたはずの熊のプーさんがいるぞ。みんなほら、ちょっと音上げるわ、音。何？え？ライトが消えた。俺を想像してるんだ。なんか発言が中二病やな、ラドン。ほら、いるやん、クマのプーちゃん。ノットの友達ね、ほら、ノットの友達。ソコ。ほら、ノットのノッちゃんの友達いるよ。ソコってどこ？あ、待って。明日はオフにしよう。何？明日はオフにしようって。おい、曇りなきマナコがいる、みんな。テレビを消せらって。どうやって消すの？あ、これじゃないみんな。ちょ、俺が消していいか、じゃあ。オッケー、消した。外の空気を吸いに行ってもいいか、だって。変なバイブス、変な気持ちになってるんだ、ほら。のっちゃんの友達が変なことしてんだよ、きっと、これ。なにこれ。なんでこんなとこに来たの、みんな。君たちのことは知らないけど、ちょっと怖いよな。あ、もうだから、もうホテルが怖すぎるからっていうので、外でキャンプしてるみたいな感じか。そう、人めっちゃ減ったな。私もそうだ。今日は何もかもがおかしい。残ったな、俺たち6人みたいだぞ。半分以上いなくなってるわ。あのテディベアの調子はどうなんだ？え？なんか今上から降ってこんかった？今。誰が投げたんだ？だこれさ、だからさ、このタクシードトムがさ、クマのプーさん捨てるから燃えてるぞ。絶対ダメじゃん、これ。ああ、あれ？そっち？みんな。走れちょっと待って、おい。これ、クマのプーさんだぞ、これ、みんな。これ、クマラドン、ラドン、逃げろ。いや、めちゃくそラドンだけ追っかけられてる。ちょっと待って、俺の方に来た。俺の方に来たって、マジで。いや、可愛いのか、これ。来た、来た、来た、来た。めっちゃラドンだけ執着してるじゃん。ラドンにめっちゃ執着しとうで、これ。このテディベアが襲いかかってくるんじゃないんだ。なんか、別に一体いるんだね。全員部屋に帰ろう。このままじゃ危ない。あー、結局帰ってきたんだ。何が起きたんだ。あれ、サンゴくん生きてたね。待って、またいるぞ。ほら、呪われてんじゃん完全に。トイレのクローゼットの中に入れたって。のっちゃん、のっちゃん寝るな。のっちゃん、クローゼットほら、あんたの親戚がいろいろ迷惑かけとるんで。みんな入れ入れ、こっちに。よしよしよし、逃げよう逃げよう。このホテルから全員ね。よし、閉じた。あれ、タクシードトム？タクシードトム？ドトム？え？タクシードトム何してんのこれ？あ、来た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 。シー。あ、いるよいるよいるよ。来てる来てる来てる、ほら。あ、来た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 、こっち来てるこっち来てるこっち来てる。お、めっちゃ見てるこっち。めっちゃ見てるよ。え、ドトム？ドトム、ドトム、お願いお願い、ちょっと待って、プーさんプーさんプーさん、ドトム。はい、皆さん、ドトム死にました。オーマイグー。何をすればいいのか分かった。ここを移動しよう。ここの中にダクト入ればいいんじゃないの。空気を解凍。お前個性か、お前。うん、ヒロアカの個性みたいなのが発令してんじゃん、お前。お前空気操るんか、お前。氷の個性持ってんじゃん、お前。トトロキくん、お前。はい、皆さん来ました。なんかダクトの先なんか来ましたね。私たちはプーの部屋にいるんじゃないか、だって。ほら、ハニーハニー、蜂蜜だ蜂蜜。この床にある×印は何なんだ。確かにこれ何これ。あ、蜂蜜食べたいんだな。なんかオーブみたいなの出てきた。あー、いけない。何これ、プーさんの部屋何もないよね、マジで。センスないよね。疲れた、だって。ほら、ネクストボット疲れてるよ。え、ここで寝るん。え、あ、目が覚めたら捕まってるパターンじゃないこれ。私たちはどこにいるの、だって。そう、ここで寝るのはバカだよね。待って、誰かいる誰かいるぞ、みんな。誰だお前。なんかラドンみたいなやつがいるぞ、これ。私はこのプーのオーナーです、だって。あ、プーさんの所有者らしい。彼は呪われていると。なるほどね、プーさんは今呪われてるらしいよ。そう、薬やってるよね絶対ね、これね。ほら、邪悪なテディを破壊する以外、このプーさんを止める方法がありませんという感じ。だから、愛しいプーベアを救ってあげないのって言ってるね。ここから出られるように鍵を探そう。じゃあみんな鍵探すぞ。多分俺の予想言っていい？うん、上登るんちゃうのこれ。ほら、こんな感じで。よし、みんな俺が登るわ、じゃあ。
はい、登るぞ。動かそう。何動かそうって。あったあった、みんな。見つけた。これだ。あ？なんで開けれたんや。俺まだ鍵見つけてなかったぞ。はい、皆さん行けました。今のとこさ、これバット使ってないよね、一切ね。プーさんの蜂蜜の部屋だろう、だって。ほんまや、ほら見て。あ、閉じられた。いるやん。熊のプーさん。私のお金で逃げるんだ。どういうことどういうこと、味方、うん、味方しとるんか、どういうこと、なんか味方してくれてたよ、今。あ、何、あ、見て、おい、クリス、いけんのか、クリス。蜂蜜の溶岩を超えるしかないみたいだね、だって。お、行くか、みんな、じゃあ。25秒、短いな、時間。ちょっと行くぞ。多分これ落ちたら死ぬよ、みんな。全員生存な。全員生きてるね。よし、みんな、俺来れた。よし。ユウト、シラス、おい。これやれんの俺たちで、みんな。俺たち4人でやれる、本当に。心配になってきたよ。残ったの、ラドン、テルキ、ノットだよ。いけんのか？来たぞ、みんな。こいつだよ。こいつを倒さないといけないみたいだ。もうラスボスか。早いな、ラスボス。ラドンに似てる。そうだね。めっちゃラドンに似てるね。お前は俺を倒せない。怒ってるぞ。さあ来た。邪悪なプーを倒そう。来ました、皆さん。こいつを倒すのは今回の目的です。最初はこれ攻撃避けるしかないよな、絶対な。避けよう避けよう、じゃあ。あ、これおなじみのやつや、これおなじみのやつ。懐かしいな、この、久々にこれストーリーゲームやってんだけどさ、下からこう上がってくんだよね、息が。多分これ、蜂蜜でしょ、蜂蜜。これ攻撃できない、みんな。あ、今できる、今できる、今できる。あ、やろ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 。人少ねえからな、やれんのか、俺たちで、ほんとに。はい、攻撃、攻撃、攻撃。はい、ナイス。オーケー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 、いいね。はい、避けて、避けて。あとみんななんかさ、俺、顔にモザイク入ってんの？何これ？俺ダメ？俺顔出るのダメだった、みんな。でもなんか緑、あの、黒色のモザイクかかっちゃってるよ、俺。よし、行くぞ。よし、みんな来い来い来い、やれ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 。はい、容赦すんな、容赦。あとなんかさ、字が見えるみんな、ほら。足の方に。何やろね、これね。ナイスナイス。はい、避けて。よし、やるぞやるぞ。次で終わらせるぞ。はい、終わらせます、この戦いを。くらえ！はい、オッケー。比較的簡単やったな。さあ、この邪悪なテディベアをどうにかしてプーさんを守ろうだって。これまた選択ないよね。みんなは何をする？うわ、またこれグッドエンディング、バッドエンディングじゃん。嘘でしょ？どっち？倒すか。テディを消すに渡す。じゃあ、あえて、倒すわ、テディベア。倒したよ、みんな。これはプーさんのためなんだ。そうだね。プーさんをはこんな感じで溶岩に突き落としましたよ。どうなる？あ、死んだ。ほら、赤い目がなくなったよ。あ、これグッドエンディングだって。で、安らかに眠れ。はーい、っていう感じですね。比較的簡単でしたね。まあ他のストーリー系よりはめっちゃ簡単やったな。さあ、もう一個のエンディング見る？まあ見なくていいか。はい。ということで皆さん、もう一個のエンディング見たい方はですね、自分で遊んでみてください。他にもですね、ちょっと探してる感じ、その熊野プーさんのホラーゲーとか、熊野プーさん関連のゲームたくさんあるんで、これからもやっていきたいかなと思いますんで、よかったら皆さんチャンネル登録と高評価をしてお待ちください。はい、そんな感じで今日の動画は終わりです。お疲れ様でした。